の話によりますと、先ほどの地震で沿岸部に大津波が押し寄せたのこと。響き、まことか。大津波により村々の大半が消失したとのことになります。なんじゃと。これより先も戦場と同じ、しかと心せよ。必ずや生きて戻ってまいれ。
我が欧州の民を返せ！民の笑顔、幸せを当たり前にあった日常を返せ！慶長16年1611年12月2日、突然大きな地震が東北地方を襲いました。後に慶長三陸大地震と呼ばれる地震は大津波を発生させ、以降慶長の大津波として語り継がれることとなるのです。この津波は太平洋沿岸部を中心に大きな被害をもたらし、仙台領では5000人余りの尊い命が犠牲となりました。失意に暮れた政宗公は連れ立った常長にこれから先の夢を語るのでした。わしは決めた。大津波の被害によって逼迫した我が藩を立て直すため、この月の裏より異国イスパニアへの道をつける。欧州の未来をかけ我が思いを込めたこの信書、お主に託す。必ずや届けてくれ。殿のご意志と我が藩の窮地を救うため、必ずこの身をかけ届けてまいります。世界を堂々と渡り交渉せよ。はっ。慶長三陸大地震より2年後の1613年10月28日、一隻の南蛮船サンファンバウティスタ号は長谷倉常長を慶長遣欧使節の大使として、宣教師ルイス・ソテロほか伊達家家臣たち、セバスチャン・ビスカイノを含む南蛮人や商人など、日本中より集められた180名もの人々と共に大航海へと旅立ちました。長谷倉常長43歳、欧州の運命をかけたくさんの人々の夢と希望を乗せ、月の裏よりヨーロッパへと向かい出航するのです。しかし前人未到の道のりにとてつもない試練が立ちはだかろうとは、この時はまだ知る由もありませんでした。慶長遣欧使節派遣は江戸幕府の了承を得て行われましたが、一説に政宗公には天下取りの野望があったとも言われています。そのため当時世界最強と恐れられたスペインの軍事力を後ろ盾に倒幕の機会を伺っていたのかもしれません。しかし近年では慶長三陸大地震、大津波からの復興策だったと考えられています。施設船建造のため近隣から木材を取り寄せて3000人の労役を雇うなど、緊急の復興雇用対策とメキシコとの太平洋交易での経済復興を目指していたのかもしれません。世紀の一大事業になぜ中級家臣の長谷倉常長が選ばれたのでしょうか。失敗した場合に伊達家の責任を回避するためだったという説もありますが、伊達家の帝山公自家記録では政宗公が常長の能力を高く評価していたとも言われています。忠誠心が高く文武ともに優れた家臣の中から長谷倉常長に伊達家の未来を託したと言っても過言ではありません。当時世界最強のスペインを相手に堂々と交渉に臨んだ長谷倉常長の
の働きはまさに歴史的廃墟だったのです。国際交流の先駆者、海を渡った時代の先駆者、川崎町出身の偉大な